5月28日火曜日の全国の天気をお伝えします。前線の活動が活発になり、西日本の各地や中部地方を中心に雨が強まります。局地的には非常に激しい雨となり、大雨の恐れもあります。局地的な大雨によって低地の浸水や道路冠水、場合によっては土砂災害発生の恐れもあります。十分に警戒してください。関東では次第に本降りの雨となっていきます。夜遅い時間ほど雨や風が強まりますので、早めの帰宅が安心です。東北地方でも本降りの雨となるところが多くなる予想です。日中の各地の気温は日差しが乏しいながらも過ごしやすい体感となるところが多くなりそうです。北陸エリアなどでは前日との気温差大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。